イスケンデルン湾はトルコ中央部南部に位置する湾である。湾の幅は7 0トル、奥行きは1 5 0トル。北東から南西に向かって U 字型に開き、地中海の最北東端に面する。このためトルコ国内でも大波で有名な湾である。イスケンデルン湾の周囲の地形は変化に富んでいる。西に向かっては湾を越えて1 0 0トル先に位置する。 イチェルに至るまで平地が広がっており、大規模な灌溉設備が整っている。綿花の栽培が盛ん。湾の東部には、レバノン山脈に連なる小山脈が走っている。湾東部 10km のところにそびえるボズタク山が、際立つ。このような地形であるため湾東部は、平地が少ないものの、灌溉設備は整っている。最も険しくなった部分に、イスケンデルの街が広がる。 湾に注ぐ長さ1 0トル以上の河川は存在しない。湾西部はアダナ県、東部はハタイ県に所属する。イスケンデルン港はトルコ国内で最も重要な銃の港の一つ。約1 0 0 0トル東、リアルバクル近郊に位置する道、クロム鉱山から輸送されてきた鉱石の積み出し港であり、イラク北部モースルの油田からパイプラインが伸びているため、原油石出港でもある。 地中海の重金属汚染は港湾部に集中しているが、イスケンデルン湾は最も汚染がひどい重地点の一つともなっている。イッソスの戦いアレクサンダー大王の軍勢とペルシャ軍10万が戦った。アレクサンダー大王は遠征時に現在のアンカラから南東に軍を進めている。紀元前333年にはイスケンデルン湾最大部に位置するイッソスで3万の マケドニア・ギリシア連合軍がダリウス三世率いる10万のペルシャ軍と戦う。海岸に山が迫っているため3キロメートル弱の幅しかないアイロになっていた。この時、ペルシャ軍を破った大王はエジプトに向かって南に進んでいる。アレクサンダー大王の死後、イスケンデルン湾周辺に大王の後継者の一人であるセレウコス一世がセレウコス朝、シリアを築く。 現在のイスケンデルーンの南5 0トルに首都アンティオキアを定め、後に人口数十万を数える当地中海随一の大都会となった。しかしながら、イスケンデルン湾は海上、陸上交通には適していなかったため、古代の通商路はアンティオキアから東のサマンダグ近郊を通り、そのまま地中海に抜けていた。 8世紀前半にイスラム帝国アッバース町の半島が最も広がると、イスケンデルン湾は帝国の地中海北東部の辺境となった。同時期、アフリカ大陸北岸とイベリア半島もイスラム帝国の半島となっている。ありがとうございます。